そして、そのいろんな気仙沼市に対する支援の一環として、プレミアム付きの義援金付き商品券というのをこの夏、そして冬の時期に発売をすることにいたしました。これはもちろん佐賀県内でしか売ってないんですけども、佐賀県内の商工会議所や商工会と一緒になりまして、地元でお買い物をしていただくということによって、1万円につき100円寄付をして、お客様が寄付をしていただくと、その分お店も1万円につき100円寄付をするという形で、それがうまくいけば9000万円ぐらい集まるだろうということになっておりまして、私どもとしてはその9000万円のお金をぜひ気仙沼にピアノを送ろうということで決めております。そのピアノプロジェクト絆、ピアノプロジェクトというふうにも言ってますけれども、今回の震災で多くの学校や福祉施設などでピアノが使えなくなりました。今年の春は、例えば CD、 例えばキーボード、そうしたものを使わざるを得なかったという報告がたくさんありました。私たちはこの佐賀県民の人たちがお買い物をするということを通じて、気仙沼に対して寄付をしていく、そしてまたそのお買い物をしていただいたお店の方も寄付をしていくということを通じて、気仙沼にもう一度ピアノの調べが戻ってくるということを目指したいと考えています。